いただきます。改めまして、ツイッター上でお薬屋という、なんだ、アカウントでやらせてもらっているのです。私は、今、製薬企業の方で、それこそデータベース使ったり、まあ、あとは普通にデータを収集するような、まあ、前向き後ろ向きの、プライマリーデータコレクションのような観察研究を関係する部署に今所属しています。MPH とかとはちょっと持ってはいないんですが、まあ、もともと興味のある分野だったので、まあ、今回参加させていただいた次第です。それでは、よろしくお願いします。まあ、今回、まあ、サーベイランスということで、まあ、主に4つのセクション、そもそも、まあ、サーベランスの目的って何だろうっていうところですね。で、あったり、まあ、あとそもそも、サーベイランスの要素っていうのはどういうものがあるんであろうっていうところを、概念的なところが前半部分になります。で、後半ではじゃあ、そのサーベイランスの、まあ、具体的な手法論、方法論のところに、少し触れて、最後じゃあサーベイランスを、まあ、実施するにあたって、まあ、どういった解釈であったり、まあ、あと発表、まあ、あとをすべきなのかっていうところに触れています、この章では。まず、まあ、イントロダクションとして、まあ、そもそも、まあ、ご存知の方もいるかと思いますが、サーベイランスシステムっていうのは、まあ、その健康上の問題、まあ、発生した、まあ、あるいは発生し得る際に、まあ、誰が、まあ、どこで、まあ、あと、いつから、まあ、影響を受けているのか、まあ、集団として、継続的に移動することを示します。で、まあ、ただ、この誰がっていうのは、まあ、ビュレットの3つ目にも書いているんですけど、まあ、個人っていうわけではなくて、まあ、まあ、個人あるいは集団を、まあ、対象として、まあ、リスクの高いの集団っていうものを特定したりすることを、目的に実施します。で、もちろん、まあ、このサーベイランスを実施することで、まあ、症状の重症度であったり、まあ、治療の現状、また、まあ、仮に介入が実施された場合の効果っていうものを説明することによく使われています。まあ、以降、この4つの、まあ、ビュレットに関する情報をできるだけ詳細に触れていきたいなと思います。次に、まあ、オーバービューといたしまして、サーベイランスを回す、まあ、サイクルみたいなものを、まあ、簡単に触れておくと、まあ、以降の、説明も理解が進むかなと思うので紹介させていただきますね。まあ、どこから起点を開始するかっていうのは、まあ、悩ましいと思うんですけど、まあ、基本的に、まあ、過去の研究等の、まあ、結果等を、用いまして、まあ、その過去の先行研究のデータを解釈、インタープリテーションした後に、まあ、その結果を、流布する形を取るかなと思います。それがまあどんどん伝播して広まっていた後に、次じゃあどういった計画を立てていくのか。で、その計画を次実行してみましょう。インプリメンテーションのフェーズに行きます。で、次に、そのインプリじゃあ実際実施した政策っていうものがどうであったかっていう、まあ、評価のフェーズに行きます。で、まあ、次多分評価すると、まあ次に新しいまあ、目的っていうのが出てくるかと思うので、また新しくサーベイランス立案してデータを収集して、まあ、解析。で、その結果を解釈っていう、まあ、ぐるぐるとしたフェーズが、まあ、あるかなと思います。まあ、多分、ここら辺は多分サーベイランスに関わらず、まあ、タイムリー、ディスミネーションのところはちょっと違うかもしれないですけど、まあ、臨床研究、まあ、研究のサイクルを回すっていうところとあまり大きな違いはないのかなっていう認識を持っています。では、次にその、サーベイランスの歴史ってどういったものなんだろうかっていうところをご紹介させていただきます。戻ると、まあ、1600年ぐらいからになるんですが、最初はまあ、いわゆる疾患特異的に、ただ死亡数であったり、まあ、そのじゃあ、人口に対する死亡の割合っていうものを、まあ、報告書として作成して、その、健康状態の指標として使用することを、使用していました。で、ただ1800年頃になると、そのただ単にその、まあ、死亡率であったり、まあ、併存症の罹患率っていうのを、除術するだけではなくて、まあ、それを元に、じゃあその地域の健康状態
であったり、まあ、生活状態っていうものがどうであるかっていうことを関連付けるような、まあ、今のサーベイランスに近い形が取られるようになってきました。まあ、ここで初めてこのファーっていう、ファーなのかな、ファーっていう方が、まあ、サーベイランスに得られた、まあ、解析結果や解釈っていうものを実際、政策担当者の、まあ、意思決定と組み合わせることを始めてます。今までその政策担当者っていうのは、この時代をやるアーカイビスト、まあ、ただその書類を保管するっていうところだけの役割を担っていたのが、まあ、そうだけじゃなくて、まあ、公衆衛生上の、まあ、政策立案者としての役割っていうものも担うべきではないかっていう役割に移行していったそうです。で、1800年後半から1900年代初頭に関しては、一部、まあ、日本もそうだと思う、もちろんそうですけど、まあ、規制当局に対して、まあ、感染症、まあ、伝染病の、まあ、報告制度というものが確立し、まあ、検疫や、まあ、地域への予防っていう、予防政策についても可能とするような取り組みが始まっています。またはちょ私、詳細までは分かりかねるんですけど、米国では、まあ、基本的な、公衆衛生の機能として、以下の3つを定義するっていうところで、1つ目が、まあ、コミュニティの健康状態の評価。で、2つ目が、コミュニティの診断に基づいた、多分政策の開発っていうところですかね。で、最後、その政策等を開発して必要な医療サービスが、十分に受け入れることを、まあ、保証するっていうことが、まあ、公衆衛生の機能として、定義しますっていう形で、インスティチュート・オブ・メディスンっていうのに、参考、引用して記載されていました。で、まあ、現在では、まあ、そのサーベイランスっていうものは、まあ、国民の健康と、疾病の状態を監視するためのアプローチとして進化して、まあ、今に至るっていった形になります。で、まだこの報告の制度っていうのは、先ほど説明した中でもいろいろこの報告の方法自体がすごいリファインされてきました。で、すごいさらに1940年代ぐらいまで戻ると、初めてこのいわゆる症例報告っていうものを文書化するようになりましたし、あ、1900年代ってすごい、ちょっとこう、スパンが広いですけど、多分1900、後半ですかね、40年代でさらに、後半になると、いわゆる、口述させていただきますが、ヘルスサーベイだったり、疾患レジストリー、センチネルといった形で、いろんな、様々な、疾患の報告方法が開発されたそうです。で、まあ、60年代ぐらいに、アクティブサーベイランスっていう形で、手法の一つが実施されて、まあ、これが、まあ、ポリオの撲滅にも貢献しましたよっていうところです。80年代には、パソコンが出現してきたところで、データ管理や、あと解析等にそもそも用いられることになって、タイムリーにそもそも情報を入手することが可能になりましたし、なりました。ただそのパソコンが出現したからといって、人の手がいらなくなったっていうわけではもちろんなくてですね、サーベイランスの結果を解釈する際の、意思決定にはもちろん人の判断が必要ですよっていうところが出てき、謳われて、議論されていますし、このパソコンの出現によって、個人情報の保護に関する、議論、データが多分非常に膨大になってくる中で、どういったふうに、個人情報を保護するのかっていうような議論も出てきています。でもこのように情報技術力の進歩によって、公衆衛生上の目的と個人のバランスに関する議論は、今後も、サーベイランスを実施する上で、増えるかもしれないっていうふうに、モダンエピオロジーの方でも述べられていました。では次に、サーベイランスの目的ってそもそも何かっていうところについて、簡単に触れたいなと思い、あ、触れていきたいなと思います。最初、目的といたしましては、やはり、疾病、病気の発症率を、の傾向を調査すること自体が、そもそもサーベイランスの基本的な目的であると。で、さらにそのイベントの、サーベイランスによって、イベントの増加を、増、の増加と検出すると、さらにその調査が必要なのか、保健当局、規制当局から警告を出すべきなのか、何かしらの介入が必要なのかっていうのを議論に進むことになるかなと思います。
例えば、この右の方に示している、これ、マシンの例なんですが、米国に、あ、すいません。アメリカで、まあ、マシンが、まあ、のワクチンの、まあ、普及に伴い、まあ、赤枠のところが、赤丸のところがワクチン普及なんですが、ワクチンの普及に伴い、マシン症例はすごい劇的に、まあ、減少しましたっていうのが図になります。だから、青字のところでこう細かい年数で見ると、一度、1980年後半に一度、罹患、発生率が、マシンの発生率が増加しています。まあ、これは、そもそも、そのマシンの予防プログラムが希薄性があったっていうところで、まあ、一部一時的に、発生率が増加しました。まあ、その後また新しく予防対策を取って、以降91年以降は減少の一途をたどるっていうことになったそうです。で、またこの目的にももちろんよるんですけども、サーベイランスとしては、まあ、期間であったり、まあ、重症度、診断方法、まあ、あと治療及び効果などを収集する場合もありますし、まあ、病気の影響の測定であったり、まあ、病気がより深刻なグループというものの識別を可能とすることができるというのがサーベイランスの主な目的になります。次、このサーベイランスを実際に実施して、それがこう、医療サービスにどのようにつながっていくのか、まあ、また、まあ、研究にどのようにつながっていくのかっていうところを、ご説明させていただきたいなと思います。いわゆる地域レベルで、まあ、サーベイランスっていうものは、そのいわゆる何でしょう、保健科っていうんですかね、保健部門による予防であったり、治療サービスの提供に、まあ、不可欠なものであると述べられていました。まあ、特にその、まあ、介入が基地の疾患伝播様式に基づいている、まあ、その感染症とかに関しては、感染症に関しては、まあ、そういった予防であったり治療のサービスっていうものが提供できるっていうふうに述べられていました。今コメント見たんですけど、センチネルについては後で、セクションであったので、触れさせていただきますね。で、例えば、性感染症を例にとると、まあ、健康に関する集計データを例えば収集するだけじゃなくて、そのいわゆる、まあ、パートナーを特定したり、まあ、検査とか、どういったアドバイス、まあ、あと、出て治療を行ってたっていうかのことを、例えばサーベイランスで出資していたとすると、まあそれが結果的に各個々人の治療サービスっていうものに、まあ還元されていくことがあるっていうことがあります。で一方じゃ研究で、研究にどういうふうに、こう繋がっていくのかっていうところと、やっぱりその、まあ、サーベイランス自体は、まあ、疫学上、その、どういった実態であるかということを特徴づける上では、まあ、非常に貴重なデータではあるんですが、十分なこう詳細を、やったり、クリニカルクエスチョンを提供しているのかっていうと、まあ、必ずしもそうではないというふうに、モダンエピトロジーの方で述べられています。でもちろん、その研究の橋渡しになるサーベイランスの実例っていうものもあるようなんですけど、まあ必ずしもそうではないので、そこはこう注意してくださいっていうような形で述べられてましたね。例えばこのリンクトゥーサービスの例といたしましては、アメリカの方で一時期、1970年ぐらいにトキシックショック症候群、まあ多分症候名なんですかね、の流行が、非常に、が流行しました。で、まあ結果迅速に、まあ開始されたサーベイランス、によると、その発症したのがほとんど女性であって、かつ、ほとんどが月経中であるっていうことが分かりました。で、実際にじゃあ、女性でかつ月経中である女性を対象とした次、ケースコントロール研究の方につながって、でその研究から、まあ、ある、特定のタンポンを使用している患者さんと、このトキシック症候群っていうものの関連性が明らかになって、まあ、結果、このそのタンポンを製造しているブランドが製造を中止するっていうような
いわゆるサーベイランスを実施して、研究をして、そこからこう何が、因果関係が分かったっていうような事例も過去にはあるようです。では、次に、まあ、じゃあ介入の評価方法っていうところで、やはりまあ技術的に評価するだけなので、まあ、その、何でしょう、介入そのもの、サベランスによって、次、介入を実施したときに、それを評価するっていうことは、非常に複雑であって、まあ、評価そのものができない場合もあるっていうふうに述べられています。で、まあ、ここでは、まあ、まあ、介入に、まあ、先ほど説明した、まあ、劇的な効果があった例として、まあ、担保の例を先ほどご紹介させていただいたんですが、右下の図にある、まあ、プロダクトウィズドローンというところで担保の製造が注意されると、まあ、トキシック症候群 の、 あの発症そのものは非常に、落ちていったという形になります。まあ、それ以外にも例えば、まあ、タイでは一時的に、1980年頃にエイズ、まあ、HIV 感染が非常に広まりました。で、まあ、結果的に、いわゆる、まあ、風俗とかのところに対して、まあ、コンドームを配布することで、まあ、エイズの予防が至ったっていうようなケースも、あるようです。そうですね。いわゆる多分サーベイランスは技術的研究、私もそのような認識です。で、はい。大丈夫ですね。いろいろ回答、タコで回答いただいた皆さんありがとうございます。じゃあ次に、ここをちょっと私どもどう、まあ、訳せばいいのか分からなかったので、簡単なご紹介になってしまうかもしれないんですけど、まあ、プランニング&プロジェクションズと、あと、エデュケーション&ポリシーっていうところで、をご説明させていただきます。まあ、そもそも、いわゆるサベランス、サベを実施する際には、まあ、将来じゃどういった医療サービスの需要が、こう、需要を予測する必要があるっていうことが、まあ、必要であるっていうことを述べられています。まあ、得られた結果、まあ、その、リスクの集団、またはその、まあ、疾患のそもそもナチュラルヒストリーと組み合わせて、まあ、今後、疾患がどういうふうに影響していくのか、まあ、また介入がどれぐらい必要であるかっていうことが、計画の段階であるから必要であろうっていうことが述べられていました。で、また、すいません。すいません。で、エデュケーション&ポリシーというところで、まあ、臨床医に対して、まあ、地域の健康問題を警告することから、いわゆるその、行政の政策立案者に予防または治療のリソースの必要性を周知させることなど、非常に多岐にわたった、まあ教育であったり、その政策立案というものをサーベイランスの役割として担っております。まあ、例えば何でしょう、まあ、サーベイランスそのものが、の目的として、まあ、いわゆるエイズのサーベイランスを行った後に、そのある特定の地域のところで HIV の、エイズの発症率が非常に高いと、まあ、そうなると、まあ、一つこう介入としては、まあ、例えばコンドームの使用っていうものも斡旋するような、促進するような政策っていうのももちろん出てくることかなと思います。で、一方で多分、そういう HIV とか AIDS が発生しているような地域ですと、多分、その、違法薬物の使用っていうものも、まあ、ある程度出てきたりして、違法薬物を、使用していることで、その注射器が、その一度刺したものを何回も刺すことから、まあ、AIDS が発生しているっていうような、こう、予測も立てられることがあるようです。まあ、そうなってくると、ただ単にその医学的に、まあ、コンドームを、その、配布するっていうことの、介入を行うだけじゃなくて、もっと政治的に、どうやって違法薬物を根絶するような、
策を取っていくのかっていう多岐にわたった議論が必要になってくるっていうふうに述べられていました。まあ、ここまで、の内容を簡単にまとめますと、まあ、そもそもサーベランスの目的っていうものは、まあ、特定の、まあ、健康問題の、結構問題とか疾病のですね、疾病の発生率や、まあ、疾患の有病率を、まあ、オーバーサイトして、まあ、集団における影響の報告、また、まあ、影響を受けるポピュレーションがどういったものであるかっていうことを直接付けることであると。で、某その地域レベルにおいては、そのサーベイランスそのものの結果っていうのは、医療サービスを受ける際の指針となり得るっていうところ。で、最後にそのサーベイランスで得られたデータは、公衆衛生上のプログラム、対策、介入ですね、の、であったり、まあ、今後その介入がどういうふうになったかって評価にも用いられることももちろんあるっていうことになるようです。ちょっと概念的な、ところですけど、次進めさせていただきます。まあ、次じゃあ、サーベランスを構成する要素っていうところで、まあ、一つ目として、まあ、ケースディフィニッションが挙げられます。まず、まあ、患者どのように特定するかっていうところで、もちろんその実際に実現可能性を、で、実現可能性など、まあ、いろんなそのニーズのバランスをとって、まあ、ケースを定義する必要があると述べられてました。もちろん患者を対象とする場合は、その、まあ、診断された証拠っていうものが必要になるかと思いますし、例えばその潜伏期間が長い疾患の場合は、でも症候性なのか、早期なものなのか、後期なものなのか、そもそも死亡症例を扱うのかっていった、その段階をちゃんとしっかり定義する必要があると述べられています。まあ、こういったその定義を実際したときに、モダンエピデミオロジーの方では、まあ、理想的には、そのサーベイランスで用いた疾患定義っていうものも、実臨床にその情報を提供して、その実臨床上のその疾患の定義に反映すべきではないのかと述べられてました。まあ、ただ、その、実際じゃあ実臨床上の定義っていうものと、サーベイランスで用いた定義を比較したときに、例えばその、いわゆる定義が結構個々の患者さんを診断する実臨床で、まあ、ある人たまに直感的っていうと語弊があるかもしれないですけど、まあ、そう、的なもの、直感的なものより、そのサーベイランスのディフィニッションが、まあ、よりもっとこう、狭い、より包括的でない場合だったり、サーベイランスの定義する際に、サーベイランス内で疾患を定義する際に、まあ、その普段、実臨症状を収集することのない、まあ、限定的な情報を用いて定義している場合は、まあ、そういったこの実臨症への還元っていうのは満たされない、まあ、かなと思います。で、よくそのサーベイランスの定義では、いわゆる選択除外的に、基準な形でもイエスはノーの基準を使用することになると思いますが、実臨症状ではやはりまあその追加として、まあ、個々の患者さんを見てその診察によるその、ある種主観的な部分の要素っていうのを追加することになりますかなと思います。そういったその視点の違いっていうものは、まあ、サーベイランスを実施する上で臨床かあとは適学かの、間を、まあ、混乱させることにつながりかねないっていうふうに述べられていました。まあ、ここで結局、その何を言いたいのかっていうのは、私自身分かりかねたんですけど、まあ、多分、本来的にはこう、何かしらいいサイクルが回って還元されればいいんですけど、まあ、実際問題、まあ、研究とやっぱ実臨床っていうところで、まあ、ある程度のこう、ミスマッチっていうのは出てくるのかなっていうふうに私は解釈しています。次、じゃあ、サーベイランス上でどういったポピュレーションを対象するかっていうところで、まあ多くは、例えば病院であったり、診療、まああと学校、工場とか地域、まあ、いわゆるそのコミュニティレベルで、ポピュレーション自体を定義します。で、その特定の地域のすべての患者さんを対象とする場合もあれば、まあサンプリングによって患者さんを選択する場合もございます。理想としては、そのイベント数を考えて、そのいわゆる、N 数っていうものを、
計算すればいいっていうふうに述べられたんですが、実際、現実問題、そういうことを実するのは、やはりまあ記述的ですし、まあ、不可能かなっていうふうに述べられていました。で、ここまでで、まあ、一度もう一度、このサーベイランスのサイクルっていうものを説明することになりますと、多分、まあ、通常サーベイランスというのは、過去の公衆衛生上のイベントであったり、まあ、集計のデータ、あと、まあ、分析、解析と、まあ、結果の解釈、と、あと、普及などから、このいわゆる右下の部分から始まって新しく、まあ、政策立案、実行評価のフェーズに温まって、新しいサーベイランスを実施するっていうようなサイクルを回すってことが述べられていました。タイトルの意義はないですけど。はい。一方で、またちょっとここから話が非常に飛ぶんですが、まあ、またそのサーベイランスを実施する上の要素で、まあ、コンフィデンシャリーと、どういった参加することのインセンティブっていうものについても触れられています。状況に応じては、そのサーベイランスでは基本的に、まあ、個人を識別することはないと思うんですが、まあ、必要に応じて、まあ、フォローアップ情報を取得することがあるため、まあ、マスクはされていたとしても何かしら個人を特定できる情報がまあ必要であるっていうところと、まあ、またそのじゃあ仮にデータを収集しててそのまあアクセスそのローデータにアクセスするようなまあ研究機関っていうのものは、まあ、そのアクセスするためだけの、トレーニングやまあが、まあ、ポリシーっていうものをまあ明確にする必要があるっていうふうに述べられていました。じゃあ、参加者側のまあインセンティブって何なんだろうって考えたときに、一つとして挙げられたのが、まあ、そもそも参加することで得られるフィードバックっていうものが、一番のインセンティブであると述べられていました。まあ、で、まあ、なぜそう考えるかっていうと、モダンエピデミオロジー上では、まあ、多くの医師、まあ、あるいはまあ医療機関っていうものは、まあ、他の先生方であったり、まあ、医療機関がまあどういった実情であるかっていうのを比較したい、まあ、比べてみたいっていうところを考えているためで、まあ、上記のようなフィードバックっていうのがインセンティブになると述べられていました。で、また一方でじゃあ症例報告書とかそういうまあデータの入力であったり、まあ、紙に記載するに伴う謝礼っていうものは支払うこと自体は望ましくないと述べられていました。なぜかというと、まあ、いわゆる公衆衛生の、まあ、そのお互い相互の利益に基づいて、まあ、協力の精神がそもそもそれだとないんじゃないのかっていうふうに述べられていました。で、ただ、その、まあ、支払いがもちろん適切な場合もあるようで、まあ、サーベイランスの例としては、まあ、天然痘の撲滅の際に、その、まあ、今後どれぐらいの、あと残りどれぐらい天然痘が存在するかっていうのは、症例報告が非常に稀であったため、まあ、その時期、天然痘の症例報告をすると、高い報酬が提供されるようになっていたようです。で最後、じゃあ、まあ、エシックスっていうところで、もちろんそのリスクとのベネフィットのバランスを取る必要がもちろんあるかなっていうお話がありました。で、まあ、多くのサーベイランスの場合、例えばその得られた結果が、まあ、本来その重要な数値、発生数であったりっていうところを下回ってしまうと、まあ、個人が特定される可能性がもちろん出てくるっていうところで、細かい、それ、個別のデータっていうものは公開しない場合がほとんどである。と述べられてました。で、一方で、疾病の、その発症率が高い集団っていうものは、避難の字がちょっと間違っているんですが、その地域の発症率が高いっていうところで、外部に公表すると、まあ、そこの集団からこう、なんかアウトブレイクする可能性があるであったり、まあ、避難される可能性があるっていうところもあるので、まあ、そういったこう、結果と、まあ、をルフス、公開することによる、まあ、リスクっていうものを十分に鑑みて、まあ、公開する際は、公開を検討する必要があると述べられています。で、ここ私すごい、意外だったんですが、サーベイランスはそもそも倫理審査委員会による監視対象とならない場合があるっていうふうに、まあ、書かれていたので、そうなのかなって思ったので、もしここで何か、ご経験であったり、ご意見あるかであれば、後のディスカッションパートのところで、ちょっと話せたらなと思います。
ちなみに US の方では、その、公衆衛生、公衆衛生法みたいなその法律があるのか、まあ、それが、いわゆるあのサーベイランスの、あの、根拠法となっているようで、いわゆるその研究を管理する、法律の範囲外ではあるようです。まあ、ただ、じゃあ実際そのサーベイランスと研究の境界って、なんだ、何なのかって考えたときには、まあ、全然まだ議論の余地があるんではないかというふうに、まあ、過去の報告でもされていました。で、まあ、ただ一つ言えるのは、じゃあ、サーベイランスのデータ得られた、その技術的なデータ得られたデータを利用して、例えばじゃあ次、二次利用としてケースコントロールだったり、他の研究を実施するような場合っていうのは、まあ、そもそもその当初の目的、疾病の予防または管理っていう範囲を、まあ、超えているから、まあ、それはもちろん研究とみなされるであろうっていうふうに、モダンエピデミオロジーのところでは述べられていました。大丈夫ですか。それではここまでの、所轄としましては、まあ、対象となる疾患および、まあ、対処手段のオペレーション、の定義が、必要であるというところと、もちろんサーベイランスの方にはデータを収集することが目的だけではなくて、まあ、解析やその結果を普及するということも含まれます。でサーベイランスへの参加を維持するのモチベーションというのは、まあ、その収集された情報に基づいた対策の有用性を実証するっていうところが一番のモチベーションになってくると所轄の方では述べられていました。ここまでおよそ半分終わったのですが、チャットを見てみますと、大丈夫ですかね。じゃあ次、多分センチネルのところに触れるようになセクションに行きます。じゃあサーベイランスって、じゃあ実際どういったアプローチがあるのだろうかっていうところを説明させていただきます。大きく分けて6つだったかな。6つぐらいあります。まあ1つが、アクティブサーベイランスと、まあ、パッシブサーベイランスっていう方法です。アクティブサーベイランスっていうのは、いわゆるその、まあ、定期的な電話や、病院などに、実際参加し、病院などで、参加者さんの方が訪問してもらって、まあ、どういった実態であるかっていうことを報告するような方法です。で、まあ、パッシブサーベイランスっていうのは、いわゆるその実施者、我々その計画者側が参加者にその電話とかで連絡するのではなくて、参加者、いわゆる患者さんが第三者、そういう、いわゆる計画立案者側ではない、第三者に対して、別途状況を報告するような、まあ、手順っていうもののようです。まあ、ただこの、まあ、アクティブとパッシブ、アクティブサーベイランス、パッシブサーベイランスっていうのは、まあ、概念的な説明にとどまっているため、いわゆるその、まあ、実施方法、どういうふうなこう頻度で実施するのであったり、連絡先、まあ、あと、じゃあ、報告がない場合、どういったふうにそのケースを特定するかっていうような手順であって、いろんなこう、もうオペレーション上の細かい定義をすることが、アクティブサーベイランス、あるいはパッシブサーベイランスに対しても必要ですというふうに述べられています。次、2個目が、こちらも適切な日本語がわかんなかったんですが、ノティフィカブルディジーズレポーティングというところで、な方法があるようです。こちらはその、まあ、法律下で、いわゆる特定の疾患っていうものが、医師またはその研究者が、まあ、規制当局に対して、まあ、症例、その症例を見つけた場合に報告しなければならないというような法律になります。まあ、従来はその、いわゆる感染症や、まあ、その死亡症例、疾患に何かしらの、感染症による死亡症例に使用されて、まあ、最近では、まあ、がんにも含まれると述べられていました。で、まあ、緊急性の高い、疾患とかに対しては、まあ、その、即時あるいは、まあ、24時間以内といった、まあ、時間的な制約が存在するというようです。アメリカでは、その各州で、収集したそういう緊急性の高い症例というのは、最終的に CDC の方に自主的に報告されているようです。で次が、ラボラティベースサーベイランスというところで、まあ、こちら、まあ、その名の通り、臨床検査結果に基づいて、どういった状態、
その任意の地域の疾病の状態を観察する方法になります。で、まあ、プロスといたしましては、もちろんその臨床結果っていうものに基づいているので、まあ、ある意味その検査値が重要な疾患等に関しましては、まあ、そちらの詳細情報を得ることができます。まあ、ただ、もちろん、コーンスといたしましては、まあ、記載している通り、臨床検査の記録だけでは、まあ、十分に分からない情報もあるかと思いますので、まあ、患者の背景であったり、それ以外の、まあ、併存症、まあ、それ以外の、嗜好品等の、患者さんごとの特徴っていうものは得られないと、得られないことが、まあ、挙げられるとありました。で、まあ、このレボルティベースサーベイランスの、例としとしましては、まあ、予防接種の効果をモニターするために使用されていることがあるようです。次が、ボランティアベーストプロバイダーズっていうところで、まあ、こちらは、ね、通常のそのアプローチ以上の、だから通常のサーベイランスで、本来は報告義務がないような情報も、かつ、本来は報告義務が必要ない情報に対して、そういった必要のない情報も、細かく情報を取りたい場合に用いるようです。例えば、まあ、実際サーベイランスを実施していて、今までの情報だけじゃ不足していた場合、ランダムサンプリング等によって患者さんを特定して、より詳細な情報を得る際に、このような手法を用いることがあります。レジストリーに関しましては、任意の疾病に関する、まあ、情報を収集する、まあ、リスト、データベースっていうところで、まあ、多分こちらの内容の皆さんの方が、もしかしたらご存知かなと思うんで、あれなんですが、まあ、患者を特定した上で、まあ、詳細な、あ、患者、疾患を特定した上で、まあ、詳細な情報を、まあ、長期間収集することができるかなと思います。で、最後、サーベイになるんですが、こちらはまあ定期的かつ継続的に、まあ各患者さんの自己申告により、まあ、既往歴や医療サービス等の利用報告。結果では、まあ、以前なのか、今も行っているのか分かりませんが、まあ、喫煙や、まあ、運動、あとシートベルトの使用の有無等が、まあ、実際、そのいわゆる疾病の罹患率であったり、そもそもの死亡率と原因があるのかっていうようなことを調査するために、まあ、こういった自己申告制のサーベイを行っているようです。で、まあ、標準な質問が、まあ、基本的に存在しまして、まあ、継続的に実施する中で、質問が追加されたり、まあ、地域によってはさらに関心のある質問を追加するっていうようなことがあるようです。で、このサーベイっていうのは、例えばその、まあじえー、人口のそのいわゆる登録、っていうものが未発達な国に関しては、その自己申告によって、まあ、出生率や出生率っていうような、そのいわゆる人口の健康指標を算出するために使用しているようです。じゃあ次が、インフォメーションシステムっていうセクションがありました。まあ、こちらは、まあ、その、まあ、いわゆる最近のサーベイランスとして、まあ、ビッグデータ、まあ、データベースを使って、サーベイランスを実施することがあるっていうことなのかなと認識しています。まあ、ただそのデータベースっていうものは、そのサーベイランスを実施するために収集されたものではなくて、まあ、赤字にある通り、そのいわゆる、まあ、普遍的な、まあ、一般的な、その、他の目的で、収集された、データベースっていうものを利用して、まあ、サーベイランスを実施することがあると。まあ、例えば、その、まあ、DPC であったり、保険請求の記録っていうものは、まあ、入退院の患者であったり、まあ、外来患者の診断とか治療に関する情報を持っているので、まあ、そのデータを二次利用とする形で、ある特定の地域の疾患の状況っていうものを調査するっていうようなことがあるかなと思います。すいません。ここも文字がひどくて申し訳ないんですけど。まあ、ただ、データベースそのものに、複数の項目であったりのが存在するので、まあ、そもそも本当にそのサーベイランスで見たい項目の変数の品質っていうものが、まあ、十分にバリデートされているのかっていうのは注意が必要である。まあ、目的が多分おそらく違うので、
まあ、そこの品質だけは注意して、データベースを利用しろってことが述べられていました。その他ですね、例えば ICD-10 の改定の際に、例えばこう新しい疾患分類が導入された場合、その疾患の発症率の経営、つまりトレンドに影響が与える場合があるっていうふうに述べられています。こちら具体例に行かせていただきますと、1990年、80年後半に、いわゆる、HIV の感染の主要な合併症であるニューモシス、シスカリニ肺炎っていうものが、まあ、新しくこう米国で、米国か、ICD のコードとして導入されることになったんですが、US でこの HIV に関連するサーベイランスを実施していると、一時的にそのニューモシス肺炎の感染が結果として非常にこう減少しているような、まあ、結果が出てきました。まあ、これはなぜかっていうと、ICD-10 のコードが、こう、ニモシス肺炎のコードが導入されたことで、ある医療機関ではニモシス仮に肺炎の ICD-10 を使っているし、まあ、それ以外の、ある施設では、以前の ICD-10、ICD コードを使っているので、まあ、結局、発生率が分散してしまったっていうところから、まあ、この、ニューモシス仮に肺炎の発症の低下っていうものが、まあ、データ上では引き起こったっていうところが あるようです。はい。次、センチネルイベントの方を説明させていただきます。非常に概念的な説明になるかなと思うんですが、まあ、いわゆるその、希少疾患、まあ、特定の暴露に関連して発生する希少疾患の発生の際、その、まあ、潜在的なリスクを持っている人がいることで、こうまあ、規制当局に報告することがあるかなと思います。まあ、でそういった、その、何かしらこう、アウトブレイクする前の前兆っていう、公衆衛生上の問題の前兆を、そのセンチネルイベントっていうふうに、モダンエピデミオロジーの方では述べられていました。で、まあ、このセンチネルイベントのに関するサーベイランス、前兆を調査することで、まあ、必要な調査、さらなる必要な調査だったり、または介入っていうものを特定することが、まあ、可能であろうと述べられています。まあ、具体例っていうほどまでではないんですが、まあ、例えばこう、職業病のケアに役立つセンチネルイベントのリストっていうものをアメリカの方では作成していました。まあ、そうですね。それが結果的に労働状況の改善や、まあ、治療が必要な労働者の特定に至ったっていうことになります。例えば、そのセンチネルリストの中に、例えばラジウム暴露により、骨がんのそのリスクが発生するっていうようなことがあるのであれば、ラジウム加工業者の方には、介入として、まあ、定期的な検査っていうものが、まあ、おそらく介入として、行われるようになっていくのかなっていうような、解釈を、まあ、私はしています。で、まあ、次にレコードリンケージということで、まあ、いろんなデータソースが、まあ、この世の中あると思うので、まあ、一つのデータソースっていうのを使うわけではなくて、まあ、様々なデータソースを、まあ、結合させることで、まあ、不足している、まあ、可能性のある情報を、様々なとこから補うことによって、さらにこの、サーベイランスに関する有用性っていうものを拡張することができると述べられています。まあ、結果、その、いろんなデータをくっつけることで、今までに検出されなかった症例っていうものが特定されるので、まあ、さらにこの、サーベイランスの完全性を補完するものとなり得るのではないかと、述べられていました。で次、まあ、今まで、その、いわゆる、いくつか方法を、ご紹介させていただいたんですが、まあ、多くの場合、その単一の、そのデータソースであったり、単一のその方法で、まあ、不十分なことがほとんどですので、まあ、複数のアプローチが、
使用されることがほとんどであると述べられています。例えば、じゃあ、アメリカのインフルエンザのサーベイランスの方法とかですと、まあ、まず、そのインフルエンザ用症状の、患者さんが、まあ、いらっしゃった場合、まあ、それをこう、監視する、いわゆるセンチネルプライマリーケアネットワークっていうものがありまして、まあ、そこでこう、定点的に、インフルエンザ用症状が起こった患者様をまず監視すると。で、一方また別に、インフルエンザ、今年流行するであろうインフルエンザ株を特定するような、またそういう研究も行う。で、さらに、そのインフルエンザそのものの動向を、週単位で追跡する、まあ、エピデミオロジストからの報告であったり、最後にこう、世界的に、まあ、WHO から、まあ、今年流行しそうなインフルエンザ株っていうのは、まあ、どういったものかっていう、まあ、研究からの報告。いわゆる、この場合だと4つの報告、様々な観点からの研究を踏まえて、その今年のインフルエンザの動向っていうものを、監視、オバサイトしているようです。で同様に、糖尿病とかでも、まあ、この場合ですと、まあ、ナショナルセンターフォーヘルススタティスティックス、あと、アメリカでの死亡証明書、で、あと、ザ・ユナイテッド・ステイツ・リーナル・データ・システムとか、言われる、レジストリーですかね、を、様々なデータソースを組み合わせて、まあ、糖尿病に関する、インシデンス、プリバレンスであったり、まあ、モータリティ、あとまで併存症、あと、まあ、そもそも、その、糖尿病の治療として、まあ、どれぐらい外来を受けているのかっていうところの、包括的なサーベイランスを実施していると述べられていました。ここまでで、大丈夫ですかね。じゃあ最後まで進めていきたいかなと思います。最後が、解析、まあ、あと解釈、まあ、その得られた結果を、まあ、どういうふうに、プレゼンテーションしていくのかっていうところをご紹介させていただきたいなと思います。まあ、一つは、もうすでに皆さんご存知、ご承知かと思いますが、やはりサーベイランスそのものは、まあ、記述的な方法でしか、まあ、解析を実施しないので、まあ、それを、あくまで記述的に実施して、まあ、結束値や外れ値については、まあ、可能な範囲で対処するというふうに述べられていました。で、まあ、加えて、まあ、サーベイランスに特徴的かはちょっとわからないんですが、まあ、いかのような検討事項があるのであろう。まあ、一つ目として、サーベイランスっていうものの特徴上、まあ、報告日と、またそもそも、疾病が発生した診断日っていうものが出てくるのかなと思うんですが、出てくるかなと思います。で報告日の場合、まあ、使用することは簡便ですけど、まあ、そもそも報告が不規則に実施される可能性がございますし、まあ、で、診断日を使用すると、まあ、インシデンスは適切に評価することが、できると述べられていました。で、こう、一点、こう、私が理解できなかったのは、この英語に書かれているんですが、まあ、こう、報告日と診断日の間で差があるならば、発生率をアンダーエスティメントするかもしれないっていうふうに書いているように見えるんですが、なぜアンダーエスティメントするのかっていうのが、ちょっと、まあ、わからなかったので、もしここをちょっと、この、読まれた方で、ご意見、ご指摘いただければ幸いです。もう一つが、で、アトリビューションプレイスっていうところで、多くの場合はイベントまたは暴露が発生した場所に基づいて、解析が実施されます。まあ、ただ、今後、政策を立案する際に、医療サービスを、そもそも提供された場所っていうものと、居住区そのものが異なる場合は、まあ、注意が必要である。で、まあ、医療サービスを受ける場所っていうものは、今後、どういった対策を、実施していくのかっていう上で非常に重要ですし、まあ、居住区の情報は、地域間によって予防の必要性の是非などを追跡するサーベイランスで非常に、まあ、使われることが多い情報となります。
で、まあ、こちらのその、治療サービスを受けた場所と実際住んでいる場所っていうものの使い分けを十分にする必要が、まあ、解釈上必要ですよっていうふうに述べられていました。で、ちなみに、その、アメリカの場合ですと、まあ、居住区と診断場所が仮に異なった場合は、まあ、その州をまたいで、居住区、診断場所どちらに対しても、どちらからも規制当局への報告が必要になるようです。州をまたいで。ここからさらになんか細かい話になっていくんですが、例えば、解析の方法として、まあ、居住地の、まあ、地理座標を入力して、まあ、マッピングを行って、まあ、イベントに関する、地理データを、まあ、その、環境暴露要因と予防治療サービスの提供場所と組み合わせることで、空間的な、地理座標と組み合わせた、まあ、研究を促進することができるのではないかと述べられていました。まあ、あと他には、まあ、トレンドの変化を、検出するために、疾患のそのまあ根本的な性質を考慮しまして、まあ、過去のデータのものと、に、組み合わせて、図示するっていうことも一つの方法として述べられていました。右に記載されているのが、インフルエンザの、ピークとなる時期を特定するための、グラフとなります。まあ、ここに、まあ、季節上の、ベースラインを引くのと、まあ、実際の発生率っていうものと、あと、疫学上の域値っていうものを設定して、まあ、どういった推移を取っているのかっていうところを見られるようです。ただ、この、まあ、統計学的、まあ、あれ疫学的な域値が低いっていうところと、それ実際起こってきた発症率がこうランダムに変動すると、異常にこう検出される可能性、ことがあるので、まあ、スレスフォールドの設定というものは十分にしっかり検討した上で行うことと述べられていました。で、次が、とは、まあ、上の、アセッシングコンプリートネスサーベイランスというところで、こちらは、詳細は、まあ、チャプター23に具体的な方法が述べられているということなんですが、まあ、その、どれだけ、その、使ったデータの完全性があるのかっていうところを確認するために、まあ、今回実際に研究で用いたデータと、まあ、それ以外に利用可能なデータが、類似するようなデータがあれば、まあ、そこを、まあ、確認するっていうことになるのかなと思います。で、その方法の一つとして、まあ、キャプチャーリキャプチャーアナリシスっていうのが述べられてたんですが、こちらは23章に書かれているってことなので、ここでは割愛させていただきます。で、また、あと解析っていうの方法の一つとして、その、まあ、地図上にそのインシデンス、まあ、プリバレンスを、まあ、グラフィックプロフットとして表示した場合、その、まあ、画像そのものが、視覚的に不明瞭になる場合があるっていうふうに述べられました。で、それがまあ問題を解決するために、まあ、スムージングっていうテクニックを使うっていうふうに述べられ、書いていたんですが、具体的に何をするかまでは、ちょっとここでは書かれていなかったので、もしわかる方がいられたらコメントいただけると幸いです。で、あともう一つ、前述のところで、まあ、いわゆる少数のイベントであった場合、個人が特定されるので、まあ、それを公開することは基本的にないっていうふうに述べたかと思うんですが、まあ、少数の、例えば仮にそのケースであったり、まあ、イベントっていうものを報告する際、まあ、個人が特定される可能性があるので、まあ、統計的な手法を用いて、それをこう、まあ、妨げる方法を取るっていうふうに述べられていました。こちらも具体的なその方法っていうのは取られてなかったんですが、まあ、多分、まあ、非特定化であったり、匿名化っていうものを、まあ、日付をずらしたりとかしてるんですかね。取るのかなと、個人的には推察しております。で、最後、まあ、じゃあ、発表と、まあ、そのサーベイランスってものが、こう、どういうふうな、こう、要素で決まってるのかっていうことを説明させていただきます。で、この、サーベイランスの、
結果っていうものは、我々その、まあ、疫学、まあ、例えば臨床の先生だけではなくて、まあ、メディアの方であったり、もちろん、まあ、公共政策の立案者に至るまで、様々な立場に対して説明することがあるかと思いますし、まあ、閲覧されることになるかなと思います。まあ、ですので、まあ、そのプレゼンテーションの資料そのものは、もちろん聴講者に応じて調整する必要がございます。で、また、ただそのプレゼンテーションっていう場で、限られた方にだけ説明するのではなくて、では、サベランスレポートといった形で、例えばインターネットに公開することで、より広範囲な、アクセスを可能にすることが必要かなと考え、必要かと考えています。述べられていました。で、まあ、ただ、その上記、そのレポートをただネットに公開するっていうことは、まあ、メディアやその一部の一般市民にとっては、まあ、その非常に興味深い商品、資料になり得るので、まあ、可能であれば、そういうメディアコミュニケーションの専門の方と協業することで、メディアからの問い合わせに関するその計画っていうものを行って、まあ、適切な解釈、の、その、説明する、サーベイランスのストレンスとリミテーションを明確にした上で、注意喚起をする必要があると述べられております。で、ちなみにこのサーベイランスの有用性を評価する際の指標っていうものに、いわゆる、計8つ、まあ、の指標があるとも述べられていました。まあ、例えば、必ずしもその全ての指標が、最大値に、クリアできているわけではないと思うので、例えばタイムライン、データクオリティのようにトレードオフの関係のものもあると思いますが、バランスよく、網羅できるようなサーベイランスを実施するってことが重要であると、ここでは述べられております。で、最後に、サーベイランスっていうものは、まあ、特定の集団における特定の健康問題を監視、の傾向を監視するプロセスのことを指します。で、またリソースやまたニーズに応じて幅広い方法を選択することができます。で、方法を選択する際には、まあ、目的、あと、まあ、対象のなる集団、あと、まあ、等を考慮して、まあ、最適な組み合わせを作っていける必要があると述べられておりました。参考資料一部しか記載してないですが、以上です。すいません、ギリギリだったんですが、ご清聴ありがとうございました。チャットがいくつか来てるので確認させてもらいます。時間的な進む、何かご質問、あるいは、あ、もしもし、佐藤です。あ、佐藤さん、あ、どうぞお願いします。あ、ありがとうございました。なんか倫理の話あったじゃないですか。はいはい、はい。で、日本のその、人を対象とする医学系研究の倫理指針を、はいはい、ちょっと確認してみたんですけど、やっぱ基本的にはやっぱし日本でも、まあ、こういうようなサーベイランスであっても、まあ、倫理審査委員会に申請しなくちゃいけないような感じになっていて、ただし、例えばその、がんとかですね、うん、他の法律でもう調査することが決まっているようなもの、うん、に関しては、まあまあ、倫理審査しなくてもいいですよみたいな感じの指針の書き方でしたね。あ、そうなんですね。うん、だからまあ基本的にはやっぱし書けなくてはいけないと思います、はい、ありがとうございます。で、あと、なんかすいません、なんかしつこくてセンチネルなんですけどいえいえ大丈夫ですボリアリスさんはいコメントっていうか、チャットで、あと疫学用語辞典の、はいはい、第5版の、はい、ですかね。そう、それで、このある集団の健康精神における安定性や変化を評価するために用いられる水準であり、通常死亡統計を監視することによって示されるってあって、だこれだけ読んじゃうと、お薬屋さんが書かれてたことのなんか 逆なのかなって思っ、あ、逆じゃないのか、通常死亡統計を監視するだから 逆なのか、
確かにそうです、ね、逆っていうか、今回死亡統計を見るってことは、死亡って結局究極のアウトカムになる、はい、ハードエンドポイントだから、なんかこれを監視するってどうなんだろうって思ってたら、次の例えばの例では、その外傷による死亡に対するそのセンチネルイベントとして、シートベルトやヘルメットの着用といったって書いてあって、こっちの方はなんか、なんかそうなのかなって気がしてですね。まあ、これなんか、ただのコメントっていうか、不思議を持っただけで、あれなんですけど、これどうなんですかね。コピペしたのタイプないはずで。なんかきっと、そうですね。この通常死亡統計を監視することにっていうのが、まあ、そのいわゆる、何でしょう、こう、抑制する、私のあくまで解釈ですけど、この死亡統計を監視することによって示させられるっていうのが、そうですね、なんて言うんだろう。衛生的には死亡数が全長でもいいと思います。どういうことだ、これ、三谷さん、これって、その例えば今週の、まあ、すごい適当な例になっちゃうんですけど、そのインフルエンザの死亡数見ていったら、その来週のそのインフルエンザの死亡数がもっと増えるかもしれないとか、2週間見てたら今週は減るかもしれないとか、そういう感じのことですかね、今書いてるこのコメントっていうのは。うんはん、ここは交通事故の無謀な運転が増えるとか、シールドしているとしない人が増えるとか、交通事故の無謀な運転が増える、あ、もしもし、聞こえますかね。あ、聞こえます。ちょっとよくごめんなさい、僕もよくわかってるわけじゃないんですけど、何か問題を捉えるときに、見れるものと見れないものがあると思うので、先ほどの貼っていただいた例で、交通事故の死亡、結構プロモーションしてるのに、まあ、それがなかなか、実施されないとか、そういった問題意識のもとに、安全運転キャンペーンがいかに効いているのかっていうことを、前兆として、まあ、捉える。その、交通事故が増えてきている場合は、ちょっと最近安全キャンペーンの効きが、浸透率が下がってるんじゃないかっていうような、前兆として捉えるっていうくらいの意味合いかなと思っています。がん患者さんのがんの死亡が増えたら、例えば喫煙数が増えてるとか、自動喫煙の害が実は増えてるんじゃないかとか、こういったことを、例えばアスベスト、注意種の死亡が増えたら、アスベスト暴露が増えている前兆であるとか、そういったことなのかなと思っています。どうでしょうか。なるほど。ではすいません、時間も超過したので、他追加あるようであればお伺いしますが、なければ、今日はこれで終わろうかなと思います。すいません、資料の不備等あったので、そこはまた修正して、スラックの方に上げさせていただきます。どうもありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。失礼します。失礼します。